さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。お元気でしょうか。我々は元気してます。元気してます。今週もね始まりましたね。はい、はい、お二人はですね、うん、水面下って言葉って聞いたことあります？水面下で、水面下で物事が動いてる、そういうことだよね。そうです、水面下、はい、そうから出てくるっていう、そういうことです。そこで、まずご紹介するのですね、はい、投資用物件で水面下物件だけの情報をお客様に提供することをコンセプトに掲げています。こちらの企業様です。私たちの生活において決して欠かすことのできない住まい、それは多くの人にとってかけがえのない存在としてあり続けている。見方を変えると大きな価値を持つ資産でもあり、優良な物件であればあるほどその価値はさらに大きくなっていく。そんな住まいの価値を最大限に引き出し、お客様の将来に幸せを提供する男がここにいる。ブルーアセットパートナーズ株式会社代表取締役井戸賀明。投資用不動産の売買からリノベーション事業まで総合的なビジネスを展開するブルーアセットパートナーズ株式会社では、社名であるブルーアセットパートナーズという名のもと、青き海や空のように無限に広がる情報の中からお客様にとっての大切な資産を信頼して預けられる仲間であるため、日々奔走し続けている。今回は井戸賀明をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。創業はいつぐらいなんですか？創業はですね、はい、もう実質始めたのが約3年前ぐらいになっておりまして、はい、会社自体は作ってあったんですけども、実創業としては3年ぐらいになってます、はい、そうなんです。いや、まだ新しい会社、はい、そうですね、もう、はいはい、もう新しく、はい、もう勢いよくやってます。お若いもんね。そうですよね、はい、今 30? 今年6ですね。6ですか、はい、そうですか。またなぜこの会社を作ろうと思ったんですか？そうですね、はい、まあ、私も今36ではあるんですけども、うん、はい、不動産業界に入ったのはもう22歳ぐらいの時に初めて入りまして、で、その初めて入った時っていうのはもう、不動産会社で一度買い取って、うん、お客さんに転売するような、うん、まあ、仕入れの営業っていうのをずっとやってたんですけども、うん、で、まあ、ある一時期の年から結構、直接お客様に販売する営業の方もやっておりまして、そのお客様に携わることによって、仕入れるようないい情報を直接お客さんに提供できたらいいなっていう会社を作ろうかなと思いまして、この会社を、はい、作っております。なるほど。その仕入れするその物件っていうのは、はい、まあ、いい物件だったりとか、うん、まあ、この安い物件とかいろいろあると思うんですけど、はいはい、それってどうやって探すんですか？はい、そうですね、探すとなると、まあ、本当に、まあ、はい、そのいい物件を探して提供するのが私たち の会社の特徴ではあるので、うん、なかなかここで全てお話しするっていうのもちょっと難しいんですけども、うん、やっぱ不動産業界ってすごく横のつながりがすごく重要な業界でして、はい、いかにこう、まあ、人脈を作ってそこの人脈からいい情報をもらってお客さんに提供するかっていうのがすごく重要になってきてますので、はい、まあ、そういったところを注力して仕事をしております。その業務内容として、その不動産 の、うん、はい、まあ、その売買の仲介とおっしゃってましたけど、はい、その投資っていうのはされなかったんですか？はい、そうですね、自分でももちろんやってきておりまして、うん、はい、やっぱりこうそうですね、やっぱりやってかないとやってくってまたちょっとお客さんに提案できる内容とかも違ってきますし、うん、やっぱり自分でやることによってお客さんの、うん、まあ、立場に立ってちょっとどういう疑問が出るかな、不安が出るかなっていうところもあらかじめやっぱ分かりますし、うん、そういったところを自分でやっぱりまず実践して、そこでアドバイスなりやっていくことによってお客さんとのやっぱ信頼関係も深く築けるかなと思ってます。うんうん、はい、何年も前からやれてそうですね、一番最初もちろんやってなかったんですけども、うん、やっぱり不動産投資の業界に入ってやっていく上でやっぱこう自分がやっていくのは必要だなと思って、そうですね、結構前からやってます。はい、順調、ね、はい、そうですね、そうですね、持ってる物件に関してはやっぱ順調ですし、はい、やっぱり未だにこうやっぱ増やしていったりですとか、もう本当に売却するものはありますし、はい、購入するものはあったりという入れ替えもありますし、それは本当に今不動産投資家の方がやられているようなことをやっぱ実践してやっていくケースが多いですね。
はい、そのやっぱその投資ってやっぱり経験されたから分かると思うんですけど、はい、そのやっぱノウハウだったりとかそのなんかポイントってあったりするんですか？そうですね、まあ、経験上やっぱりこう、まあまあ、もちろんそのうちの特徴としてはやっぱりこう、まあ、いい情報を提供するっていう話さっきあったと思うんですけども、はい、やっぱりこう、まあ、変な物件はまあご紹介もちろんしないですけども、はい、やっぱその辺はある程度いい、うん、いいのか悪いのかってこうちょっと下調べしてみてっていうところもすごく重要ですし、まあ、もちろんこう不動産会社さんのこの言いなりにならないっていうところもそうですが、やっぱり自分である程度知識をつけてってっていうところもすごく重要かなと思ってます。はい、我々はもう信頼でしかないからね、案内された時にのどういうふうに言われてもこれ本当にいいんですねって言っても僕は運しか言わないし、もうその時はもう本当に人間性のあれで車買う時もね、不動産もそうだと思うんですけども同じですよね。ここで数多くの企業が存在する不動産業界の中でブルーアセットパートナーズが持つ大きな強みについて聞いてみた。まあ、一番最初にもあったんですけどやっぱり僕自身がやっぱりこう仕入れとしてやっぱり表にこう出てくる物件のやっぱり6割7割ぐらい安い物件を探してきて仕入れているっていう仕事をやっていたので、もう本当にこう割安な物件をそのままお客さんに提供できるっていうところは一番の強みになってますね。なかなかその仕入れと同じぐらいっていうのはなかなかまた難しいんですけども、やっぱり相場よりも割安な物件を探してきてお客さんに提供するっていうのがやっぱりうちの一番の強みにしておりまして、その辺のもう情報に関してはもう収集に関してはもう常にやってます。やっぱりでも探せばあるんですか？そうですね、やっぱり、まあ、インターネットとかによく出てくる情報っていうのはやっぱりちょっと、他で売れなかったからインターネットに出てくるケースもありますし、そういうところに出回る前の、はい、水面下のうちに、はい、なってくるなかなかその、まあ、仕入れるって、はい、まあ、人によってその誰でも彼でもできるわけじゃないじゃないですか。そうですね、はい、その辺はどうやって仕入れてるんですか？そうですね、まあ、仕入れることに関してはやっぱり、まあ、難しいんですけど、はい、やっぱりこういかにこの人脈ですとか物件の出てくるところのこの本当に川上のところをやっぱりいかに、はい、情報を持ってこれるかっていうところですので、はい、誰にでもできるかどうかあれですけども、そうですね、その辺はやっぱりできる、もう得意な人はもうやっていく。可愛がられてきたんでしょうね。でもそうですね、やっぱりこうやってきてさ、そうですね、僕も22、3歳ぐらいから始めてたんで、やっぱりもうそうですね、他の人にはこう負けないっていうやっぱり気持ちもありましたし、やっぱりいかにこうね足で稼いで情報を探してっていうところもすごくやってきましたし、やっぱりいかにこう他に負けないように一番最初に情報をもらえるかっていうところはやっぱり常に考えて、はい、やってましたね。すごい世界だね。そのまあ人脈を生かしてそのまあ水面下の物件、まあ安い物件を探、ね、仕入れるってわけなんですが、その水面下の物件っていうのは具体的にどういう。そうですね、まあ、水面下の物件って、まあ、その、はい、そうですね、今ちょっとさっきもお話ししたところもあるんですが、インターネットにこうまず出てないですとか、はい、そのまず本当に他のお客さんにもそうですけど誰にもこう情報がいかない、はい、一番のこう熱いところの出たばっかりの情報をそのお客さんだけに提供するっていうところのことを、まあ、水面下でご紹介していますよっていうふうに言ってるんですけども、はい、まあ、それだけではなくてやっぱりこう本当にいい物件っていうところもあります、はい、まあ水面下だから全てがいい物件というわけではないので、はい、まあ、その中でさらに、うん、いい物件を精査してお客さんに提供するというところがやっぱりいいかなと、はい、思っております。いい物件というのはもう建物 その耐久性だとか僕は分からない立地条件も何も含めてのいい物件、そうですね、そうですね、もう本当にやっぱり割安なというところではありますよね。主にどのように販売されてるんですか？そうですね、はい、もう相談しに来ていただいたお客様ですとか、はい、やっぱりご紹介とかもそうなんですけども、はい、まあ、弊社を知っていただいてご相談していただくっていう方が会員様とかでもいまして、はい、そういった方にメインでご紹介しておりまして、はい、とはいってもやっぱりこう水面下のいい物件ってそんなにやっぱり多くはないので、はい、まあ、その数少ない物件をやっぱご紹介するっていう意味では、はい、一度こう面談させていただいて、はい、でいろんなこう例えば5年収とか5属性とか、じゃあ金融機関どういうところを使っていきましょうとか、まあ、お住まいの近くがいいとかという、こういろいろこうありますので。プライベートだもんね、それはもう信頼がなかったらいちいち喋らないな、そういうね。そうですね、はい、でもその辺は、まあ、ちゃんとこう全部丸裸にしてこう話をして聞かないと、なかなかやっぱりお客さんとの意思疎通もできないと、いい物件をご紹介するっていうところもやっぱ難しくなってくるので、まあ、一度ご面談させていただいて、はい、今いろんな話をさせていただいて、じゃあその
っき言った法人でやるのか個人でやるのかっていうところでもそうですし、はい、どういうところで融資受けれそうですよっていうアドバイスも交えながら、じゃあこういう物件を進めていきましょうっていうところで、はい、後日また物件をご紹介していくっていうケースが多いですよね。その水面下の物件っていうのって大体いくらぐらいなんですか、はい、金額でいうと。そうですね、大体あの水面下もいろいろな場所にもよるんですけど、あと例えば木造だったり鉄骨造だったりコンクリート造だったりっていうところによっても金額って変わってくるんですけども、大体あの木造とか出すと大体まあ5000万とか1億円とかそのぐらいでも不動産投資物件ですのでそのぐらいしますし、もうコンクリート造とか RC 造になってくるとやっぱりこう 2,3 億ぐらいのところが多いですよね。これまでの実績というか、はい、何件ぐらいというか、まあ、何棟ぐらい、ですね、はい、棟数でいうと、はい、そうですね、もうかなり多い物件をやってきています。毎月もう本当に何十件というとこの、はい、こんなにいきますか。そうですね、結構あの情報としてはすごく多くて、あのやっぱお客さんの数も多いんですけども、あのやっぱこう、まあ、ただ言っても一人 の, あの営業がやっぱりできる限界の数ももちろんありますの で, で、はい、あのやっていくコースも大体そうですね、件数としては100棟以上は、はい、やっておりますね。3年で。そうですね、3年ぐらいでは。やっぱりさ、注文をつけるお客様とかっていらっしゃるんですか。あのそうですね、まあこう、まあ、注文結構やっぱりお客さんもご自身でやっぱ勉強してきてる人がすごく多いので、はい、もうそもそもこっちからこうですよこうですよっていうよりも、もう私たち、まあ、こういう形でやっているのでこういう物件が欲しいって言ってくる人もいますし、はいはい、あの注文というところでは、はい、あのもう私たちこういうふうにやってるのでっていうところでこういう情報欲しい、まあ、私たちはそういう情報提供できますっていう話になることは多いですよね。そのブルー、まあ、社名なんですけど、はい、なぜその、そうですね、ブルーアセットの、そうですね、ブルーはですね、あのもう本当に水面下っていうとこの水のところも、うん、あの連想できやすいようなところでかけているんですけども、うん、もう本当に水面の中からこうとか、まあ、空とかの連想しやすい青いというところからもういい物件を探してご紹介するっていうところを意味を込めてブルーっていうところに置き換えて、はい、会社名にしました。誰にとっても大切な資産をパートナーとして将来にわたり守り続ける糸賀明。そんな男が掲げる今後の展望とは。今後 の, あの展開とかはどうお考えなんですか。そうですね、はい、あのまだその3つの柱をですね、やっぱりこう、まあ、しっかりあの基盤として固めていくっていうところもそうですし、あとやっぱり不動産投資ってやっぱ買ってもらってからやっぱ賃貸経営がスタートするの で, で、まあ、買っていく運営していく中でやっぱり空室になったり空いたり入ったりっていうのを繰り返していくんですけども、まあ、空いた時に例えばいかにこうコストをかけずにデザインリフォームをして入居者を、まあ、例えば家賃をちょっとでも上げるとか、そういうことをしていくと、あのその不動産投資の不動産の価値もやっぱり上がりますし、そういったところのアドバイスですとかリフォームっていうところもそうですし、あとその不動産はやっぱり購入から保有して売却するっていうところも、ね、不動産投資なので売却するにあたっていかに参加値をあの高めていくかっていうところの管理に関するところのアドバイスも、させていただくことをあの今後も、はい、展開としてやっていくかなと、はい、もうその若さでますますの発展を本当期待しております。今日どうもありがとうございました。ありがとうございます。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ。ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。人生を変える出会い、それは人とのつながりや行動によってふとした瞬間に訪れるものである。ビジネスの世界でも同じように、アイデアを実現へと導くものは時として身近なところにあり、ほんの小さなきっかけがその後の大きな変化へとつながっていたりする。そんな出会いをきっかけに自分の信じた道を進み、新たな世界で活躍を広げる男がここにいる。株式会社宮本製作所代表取締役宮本隆。茨城県に本社を構える株式会社宮本製作所では、
代表を務める宮本が出会ったマグネシウムを産業の軸に、現在まであらゆる商品を開発、中小企業ならではのノウハウを武器にものづくりの技術を最大限に発揮し続けている。今回は宮本隆をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。どのように会社を最初は建てられたんですか？父が一人で創業しまして、はい、で私が高校を卒業しまして父の手伝いを始めたという。それで最初は自動車の部品を、ね、自動車部品の試作を専門にやってたんですね、はい、創業時はですね、はい、埼玉県の川口というところで、親会社が川口市にありましたんで、そこの川口で創業しまして、50年になるんですね、はい、親会社が栃木というところに移転をしましたんで、我々もその近くの茨城県の古河市に移転をしたんですね。いや、現在も自動車部品も、そうですね、本業としては今も自動車部品なんですが、ただどんな仕事もそうなんですが、毎年コストダウンの要請があるんですね。今年は 3% 原価低減協力をしてもらいたいとか、でそれに毎年答えてたらですね、複利計算したら10年もするとですね、お前のところタダでやってくれよと言われてるようなもんだと。だから早く自分で値段のつけられる仕事をしたいと、どんな仕事をやろうかと考えた時に、我々は30年前にマグネシウムという金属に出会っていたんですね。でそれを今度の本業にして、新しい製品開発をしようというふうに考えて、12年前に思い切ってですね、マグネシウムに特化したんですね。なるほど、はい、それがこの目の前にある今マグネシウムの、そうですね、たまたまこの洗濯マグちゃんというものが、はい、ここ、3年前に開発しまして特許も取りまして、はい、で発売始まったんですが、この1年間でようやっと売れてきました。でこの洗濯マグちゃんがこれから世界の洗濯文化を変えていくという自信を持ってますんで、はいはい、マグネシウム、そうマグネシウムからこれにたどり着くんですか？はい、マグネシウムの加工がね、その得意だったといえども、そうですね、なぜいきなりこのマグちゃんという発想になられたんですか？人間ってこう本当に後ろに川がもうあってね、断崖絶壁でもうどうにもならないというと、排水の陣って言うわけですけど、そういう立場になるといろんな知恵って出てくるもんで、例えばこれここにあるね、マグネシウムで作ったパターがあるんですね。で最初はこれですね。でこれがですね、一番最初にじゃあマグネシウムに特化しようと、マグネシウムで何を作ろうかって言った時に、たまたま我が社にシングル の腕前 の従業員がいまして、ゴルフのパターで総削りのパターってめちゃくちゃ値段高いから、マグネシウムで総削りで作ったらいいんじゃないですかっていう提案をもらって、じゃあ早速作ろうということで、これを作って有明のビッグサイトでの展示会に、まず最初マグネシウム第1回目の製品として出展したんですね。ただ残念なことに、マグネシウムって金属の中で一番軽いんですよ。みんな軽くてダメだって言うんですね。笑われたりもしたんですが、いずれにしても自分たちがひらめいたアイデアを形にするという、その行為が大事なんで、それから次々といろんな製品をですね、アイデアを出して、これがその元なんですか？これはですね、洗濯ベビーマグちゃん、洗濯マグちゃんの中に入っているマグネシウムですね。でもこういうものをやって、次はこういう製品で、これは機械で使うものなんですけど、どんどん出てくるよ。マグネシウムスリーブといいまして、マグネシウムが持っている機能性の一つに振動吸収性っていうのがありまして、加工するものをつけて、刃物をつけて削るとですね、ピーって言ってたものがシューって削れちゃうんですね。部品の一部ですか？そうですね、機械加工屋さんは必ず必要とするものなんですね。ただ皆さん鉄でできたものしか今使ってないんで、我々はマグネシウムで作ったと。そもそもマグネシウムが、会社で30年前ほどに出会われたと言ってましたけど、こういった製品を開発したりとか、アイディアで
ご家族の方ってどういう反応されてるんですか？あ、そうですね、例えばですね、今この洗濯ベビーマグちゃん、はい、これは非常に今売れてますよね。大変売れてるんですが、はい、最初はやっぱりうちの奥さんに、はい、使わせたわけですよ。そしたらですね、常識は洗剤を入れて洗濯するから洗濯なんですよ。洗剤を使わないで洗濯するなんて気持ち悪いと。これ洗濯、洗剤使わないで洗濯するの？そうです、そうです。これだけで綺麗になるんですか？綺麗なんですね。我々はこれで世界の特許を取りましたが、中国でも特許は取れましたし、はい、韓国でも取れました。今これからインドネシアや何かでも取れてくると思いますし、これで洗ったものの匂いの分解率、はい、普通の洗剤で洗うとですね、7.3% とか 6.8% しか匂いが取れないんですね、うんうんうん、これだけで洗うとですね、70% 匂いが取れるんですね。はい、そんなに違うんですか？違うんですね。実際試してみたいですよね。実験だ。マグネシウムの中にですね、これ水を入れますと何が起こるかというとですね、見てください、何か起こってますよね。何が出てきてますか？泡が出てますね。これが今流行りの水素です。あ、これ水素ですか？水素です。水素水、水素水です。だからこれを飲めば純粋の水素水ですから。で、飲めるために、これがですね、純度 99.95% ってほぼ 100% に近い純度の高いマグネシウムですから、はい、ピュアマグネシウムを使ってますんで、はい、当然それを使った水ですから、はい、もう飲めるですね。じゃあそのこれだけでじゃあ洗濯した時に本当に落ちるのかしたら、先ほども言ったように落ちるわけですよね。でじゃあどういう理由で落ちるのっていうとですね、今出た泡がありますね。水素っていうのはこの地球上で一番小さな原子ですから、どんなものも通過するんですね。でこの水素が汚れと生地の間に入り込んで剥がしてくれるんです、汚れをね。今小さなもう見えない泡がいっぱい出てるわけですね。それが水面に上がってきて空気と触れると割れるんですね。そうすると超音波を出すわけですね。だから汚れの剥がした後のそれを分解する力もこの水素にあるんですね。まあ、そのマグネシウムでなぜこうやっていこうと決断したその理由っていうのは何なんですか？うん、マグネシウムって人間の体にとって必須のミネラルなんですね。カルシウムが人間の体に入ると筋肉を固めます。マグネシウムが体に入ると筋肉を緩めます。で、痴漢するわけですね。だから、血液の流れが、血管が緩みますから血液の流れが良くなって、だから人間は2対1のバランス、カルシウムが2、マグネシウムが1がベストバランスなんですね。ただ今の食生活ではマグネシウムを取るのが難しいんですね。だからそういう人間の体にとっても大事なミネラルの金属、マグネシウムで、これからそういう裾野をですね、広げていける可能性をこのマグネシウムが持っているというふうに自分は感じたんですね。それがでもやっぱりその洗濯物、うん、衣類でも洗うことで、うん、まあ、この体に入る、もちろん入るというか、まあ、着ているものなんで、そうです、もちろんその皮膚吸収って言いまして、直接肌に触れる部分がマグネシウムだけで洗濯した服を着てると当然マグネシウムが体に入ってきますよね。でまさにでもこれで今もうヒットしてるというか、まあ、売れてるわけじゃないですか。赤ちゃんたちは肌荒れだとか、そうあれが疾患がなくなるんですよね。化学物質過敏症という方とか、はい、アレルギーのお子さん、アトピーのお子さんは、ね、これしか洗剤がないんですね、はい、洗濯用品がないんですね。でそこからまあさらに今展開とかもお考えなんですか？もっともちろんもちろん、これからもっとすごいんですよ。これがこれからが、これからですね、人々がこれだけで選択をしてくれることによって、これから大きく世の中が変わりますから。これから人口が100億になろうとするわけですね。20年後に100億、今75億、その25億増える人間を増やすためにはどうするかといったら、食べさせなきゃいけないですね。食べさせるためには農業をさせなきゃいけないですね。農業するためには水が必要なんですね。でもその農業をするためのところに水がないんですね、今ね。でその水をマグちゃんの洗濯排水を使ってその水を作ろうというのが私の考え方ですね。人間が排出したものの中には大事なリンだとか窒素だとかカリだとか、農業の3元素が混じってるわけですね。
でこれからこれをですね ある大手商社でもいいし、はい、まあ、ソフトバンクさんみたいな投資をしてくれるところがこれを我が社と組んで水を作ろうと、だからそういうシステムをとにかく日本国内で作ってあげて一般の人々が自分が選択した水をですね売ることができると、そのぐらいに価値のある水ですね。マグネシウムのもう今お勉強って感じですけど、その宮本社長はなんかマグネシウムのなんか会社も作ったという。そうですね、そうですね、要はこれを作った時にめちゃくちゃ値段が高かったんです、材料費が。安い材料を探し求めて台湾に行ったんですね。で台湾でめちゃくちゃ安い、それこそ日本で1キロ5000円するものが台湾で800円ぐらいで買えるんですよね。だったらわざわざ持ってきて材料買って加工する必要もなく、その材料だけ売ればめちゃくちゃ儲かるじゃないですか、はい、だから4000万を出資して、はい、その東京マグネシウム株式会社というマグネシウムだけを扱う材料商社を作ったんですよね。これから世界でこのマグちゃんが売れるようになれば、もうめちゃくちゃ東京マグネシウムはすごい会社になりますよね。もちろん我が社も宮本製作所もすごい会社になりますけども、販売してからそのお客様だったり、はい、社員さんの反応っていかがでした？お客様はですね、幾度に皆さんですね、こんないいものを作ってくれてありがとうございますと、でやめないでくださいって、これを作るのですね、そういうことをもう本当に1年前ぐらいはよく電話で励ましの電話があったんですね。多くの困難を乗り越えながら自分の選んだ道を全うしていく宮本隆。そんな男が心に刻む格言とは。松下幸之助さんがいましたよね。松下幸之助さんの言葉の中に、執念あるものは可能性から発想する、執念なきものは困難から発想するという言葉があるんですね。皆さんがまだ価値を分かってもらえないものを見せた時に、こんなの売れないよとかね、こんなのね洗剤使った方がいいよとかっていろいろ言われたんですけど、でも私は可能性から発想して、先ほども言ったようにこれが世界の洗濯文化に変わると信じてますので、とにかく常に可能性から発想するというのが私の座右の銘になりますかね。いやいいお話を聞きましたしね、これから世界を本当にきれいに平和にさせて、言っていただければと思います。今日はありがとうございました。どういたしまして。ありがとうございます。ビジネスブックコレクション。私は全然儲からない小児科医です。なぜなら診察室での親御さんへのお話が長いからです。解熱剤は使わない方がいいですよ、かえって熱が長引くことがありますよ、などと理由を含めてお話しするからです。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、小児科医は自分の子供に薬を飲ませない。この本を書いたのは鳥海小児科院長の鳥海佳代子さん。二児の母である鳥海さんが医者いらずの子供に育てる最善の方法を教えてくれる一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。